ここのあのラーメン屋さんなんですけど、麺とスープはもちろんチャーシューがもうめちゃくちゃうまい。だから今日はね、チャーシューを大量に食うたろうかな思ってます。ほんま大食いやからね俺も。びっくりするよほんまに。俺だってたこ焼き頼むとき普通一船やん。俺もう40〜50行くから船沈めすぎてるあいつってなってて、俺海賊って呼ばれてたから。そう、道頓堀の海賊って呼ばれてた。ちょっと今日もお店のチャーシュー全部なくしたいと思います。じゃあちょっと行きますね。どうしようかな、チャーシューがこう選べる。あと、これやね。じゃあこれでちょっと行きます。お待たせしました、中華そばチャーシュー20枚増しですね。おさます。わあ、いや、いい器ですねこれ。すごい、そのスープがすっきりしてるっていうのもこう分かるよね、この器の清涼感というか。麺は結構太めやねこれ。ちょっとこの濃いめに味付けされてる感じがするよね。ちょっと色濃い感じ。いただきます。ベリーウマーバやなこれ。めちゃくちゃうまいな。ちょっと20枚少なかったかもしれんな。これあれ、もう麺なくなって全部麺食った俺。大食いやん、大食いやん。もう麺なくなった。すげえ。麺はうまいな、なんかリセットされた。リセットで、そのセットメニューでもええよな。チャーハンつけて、そのチャーハンつけたセットメニューでも全然いいなと思った今ちょうど。いやうまいな。いいこれ、珍しいないこのライト。一択一択にこう明かり当たるようにしてんねんな。もう大体半分ぐらいいったんだよ。割と。ちょ、本気出すわ。足んねん。だいぶ減ったぞ。
やば。うわ、やば。え、もう15時になるやん。しかも仕事や。どうしよう。え、最悪や。え、間に合う。え、待って、え、ギリいけるの。あ、ちゃうわ、あかんわ。あ、すぐ行かない。やばい。やば。え、どうしよう。これってお持ち帰りって言うの。お持ち帰り大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、すいません、ありがとうございます。ほんまはちょっと食べられるんですけど、ちょっとあの仕事で。あ、すいません。すいません、ちょっとこれわずかに申し訳ないです。ちょっとお手数をおかけしますけど。うわ、最悪や。あと10分あれば完食やったんですけど。うわ、なんなんこれ。え、いややわ。なんか周りのお客さんもなんかあいつ無理して頼んでるやんみたいな思ってるやん。ちゃうのに、仕事なだけやのに。なんなん。いや、ショックやな。なんか、はい、ありがとうございます。やばいやばいやばい。やばい、もしもし、すいません、エビ弁当いきますね。